スポンサーさんがついていただきました。わお、はい、株式会社、はい、ザウルスさん、はい、私が働いております、はい、全力ストレッチ、全力ストレッチ全力ストレッチ全力ストレッチです、うん、全力です。いらっしゃいませ。もうやる気なくなった。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。グレーだよ。ピンクです。マイだよ。ありがとうございます。じゃあ続きまして、春秋戦国時代のマイちゃん VS ホワイトで4本目？あ、5本目？5本目ですね。5本目かな？はい。5本目後半の中間見守りましょう。ちょっとこう。ね、トーンが下がってますね。お察しください。でもね、はい、まだ、はい、分かんない、はい、ゴルフ、アマチュアゴルフは何が起こるか分からないって有名ですから、うん、はい、はい、見守りましょう、はい、何それ見てみよう。だってバージー取ってるから、ナイちゃん、チップインだからね、チップイン取ってらっしゃるんで、うん、これ右のね、ラフでも OK な場所です、ここが。で、ちょっと上りの、あ、ちょっと下っていくロングホールです。ちょっと短く持ちました、ね、そう、短く結構持ちます、私。ありがとうございます。多分これね、技術で覚えてます。あとドライバーちょっと短いですよ。あ、そう、切っても。すごいです。こだわりが。うちのレンジャーよりこだわりがあるって思いますね。右でいいよ、右でいいよ。おぉ、いい。よいしょ。これ右から左に流れていくって傾斜で、いい感じです。で、150、うん、こっちでいいよ、当たる方で。おお、いいよ、いいぞ、ナイス、ナイス、ホワイト、ナイス、ナイス、ナイス、230ヤードぐらいですね、はい、7番ウッドですね、7番ウッド、おお、セーブ、ちょっとセーブだったね、怪しいけど、怪しかったけど、うん、あ、なんかジャンプしなかったから良かった。この時のシャフトは何を使った？この時はピークス陣の純正のシャフト使ったんですよ。エドシャフト、はい、ちょっと柔らかくて、あー、なるほどね、しなりすぎちゃったやつですね、まいちゃん、うん、あ、いいんじゃない、いいよ、あー、あ、しょしょしょ、あ、これ左の手前だと、まあ、多分イージーですね、100ヤードだけど、9番でいきます。はい。うわー、ちょっとミスったぞ。これはこれは、もしかもしかしたら。頑張れ。チャンス。チャンスよ。51。うわ、むず。これはつま先上がりですね。はい。56度で。あ、左行った、左行った、
これはね、ちょっと大きかったな、うん、すごいでかいですね。気持ち的にバンカー方向狙ってもう引っ掛けてもいいかなぐらいの感じの良かったんですよね。そういう打ち方できるんだと思う。いいんじゃない？おー、ナイス。どこに行くんじゃない？よだんだん喋れなくなっちゃったな。ここダメ。ここ50度で行きます。ちょっとスライス傾斜ですかね、うん、あ、でもまっすぐ行ったな。ずっと富岡わかんないんですよ。やっぱり結構いく。ちょっと下、うん、まあ歯ギリギリやってますね、ホイトね。ギリ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 してます。あれは、あれちょっと笑ってますね、まいちゃん。ちょっとやっちゃいましたね。やったわって思って、うん、です。まあでもね、あのバンカー難しいんです、距離あって、うん、頑張れ。これは入るよ、ガツン。ほら、はい、はい、初めてボギーです、うん、初めて。お、初めて勝った。ボギーペース、ね、おいいぞ、はい、ファイティー。13度さ減らしてきたよ。これはね、左がダメなホールですね。で、右 OK です。うん、やめて、戻れ、やめて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 、なんかワンチャン残ってる。なんか、うんうん、でも大丈夫そう。ワンチャン残ってる、うん。これキック悪いと左の OB まで行っちゃいます。私引っ掛けそうだな、この方。ここね、あの、ティーグラウンドがそういう風になってます。うん。おお。完璧ですね。音が違う。音が違う。いります？パト道？お、大丈夫。僕は目の前バンカー。大丈夫。根っこ大丈夫。根っこ、ね、根っこ。根っこ大丈夫。トサピョンってなって。大丈夫？根っこ。手首大丈夫？手首気をつけて。え？ほら、これ絶対当たったじゃん。あ、はい、左落ちた。左落ちた。叩いちゃった。こういう時に多分舞ちゃんの短くちょっと持ってコントロールした方が、うん、いいかもしれないね。ね、こんなでも根っこは当たったんじゃない？これ。そうだね。お、これは当たってないね。あ、抜けたね。抜けた？抜けた。あっちゃー。1、2、5。1個戻したのに、あっちゃー。8番アイアンでいきます。はい。わあ、ナイスショー。ちょっと曲げちゃうとバンカー入っちゃいます。両サイドに。ちょっとだけど、超えられたんで。うまいわ。ああ、いいとこですね。きっと5、6でしょうね。次56かな。56 得意な95。おお、またコントロールして打ちましたね。おお、すごいな。やったぜ。ちょっと分かんない。微妙なとこ。微妙なとこだね。本人もっとドキドキしてるよね。ホワイトってのほほんとしてるから悔しそうな感じが出ないですよね。多分でもね、無言だから。やばい、ね、ちょっとトップした。トップしちゃいました。やり直したい。ホワイトはね、ここがもうすごいメラメラしてるよ、ね。そうだよね。もう1ヤード、もう1ヤード奥だ。ここの富岡ね、このグリーン周りだけ逆目なんですよ、意外と。50度、はい。そうなんですよ。よくちゃっくりしてた、ここ。わお、また入る。危ねえ。惜しい。危ねえ。入るかと思った。確かにこの時に危ねえとかってしちゃったもん。危ねえ。おぉ、待って、7番目かな。出ちゃった。
おー、うわー、惜しい。もうホイティ、オッケーだ。オッケーオッケー。難しいね、ここもね。ずっと難しいけどね。ダボ。ダボ。やばいぞ。いや、こう真剣な感じがいいですね。そうですね。まあ、春秋の醍醐味ですね、これはね。いいですね。これはずっとアップヒルなんですよ。セカンドから難しくなりますね。これもね、左と右がね、狭いんですよ。いいんじゃないでしょうか。フェアウェイの幅がね、だいたいバンカーと OB の間がね、25ヤードかな、しかないですね。狭い。うん。いいでしょ。おー、ナイス。このバンカーの縁に上がる、当たれば左にキックします。ナイス。めっちゃ強いですよ、見てて気持ちいい。ナイス。ホワイト褒められてるよ。見てるホワイト。見てねえかもしんねえな。見たくないみたいな。見ないかも。いやー、でもまいちゃん本当にラフうまい。あ、でもいいとこいいとこいいとこ。ずっと登ってるからね、結構がっつり打っちゃってもいいぐらいの感じなんですよ。奥行きもあるんで。お、変な音だ。めっちゃいいやけど。あ、本当に決まらない。難しい。ブレスピン高かったね。うん。16度でいきます。はい。いやー、なるよ、なる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 、これはね、しょうがない。ちょっと手前ですね、手前か。手前ですよ。うまいよ、うまいよ。おー、おー、ナイス。伸びなかった。おお、すごい。ちょっとヒヤッとしましたね。ホワイト置いたんだ。ありがとうございます。ナイス。ボギーです。ボギー。オッケー。ナイス、ボギー、ボギー。ちょっと打数わかんないですね、もうね。何打差でしょうか。何打差かな。そうですね。まあ、15っていうことで、はい、残り3ホールで、はい、1回しは、5打差ずつ縮めればいいですね。5打差ずつ。はい、5打差ずつ縮めて、そうですね。やっぱりなんかこう、舞ちゃんがもう安定しかない、うん、安定してる、うん、なんかこう、ちなみにこれ、ベストは狙える？る12オーバーですもんね、はい、今ね、はい、じゃあ、舞ちゃんのベストベストが出るかどうかですね、出るかどうかを見る回ですね、うん、そうですね。企画変わっちゃった。じゃあ、ホワイトホールは、まあ、でもね、まだあと3ホールあるんで、はい、結果は、まあ、多分予想されてると思うんですけど、まあ、まだ分かんないんで ね、うん、ということを願って、うん、願って次、はい、マイゴルフチャンネルで、はい、ラストですね、ラストで、はい、皆さん絶対見てあげてください。見てください。絶対見ろよな。見てくれよな。